は戦闘エリア外です。やったか。 EPS パワー供給を非常用ジェネレーターに移行。停止には至りませんが、影響範囲はかなり縮小しました。これで山頂の EPS アンテナに接近することができるものと思われます。次は2機のアンテナか。この先は戦闘エリア内です。前方に見える2つの山の山頂に EPS アンテナがあります。なんとか近寄ることはできそうです。破壊に向かいましょう。山頂に見えるのが EPS アンテナです。敵多数を確認、注意して接近してください。戦闘態勢に入ります。ポーターを破壊しました。戦闘態勢に入ります。を解除します。アイテムを取得しました。ポーターを破壊しました。戦闘態勢に入ります。メタドローンを取得しました。戦闘態勢を解除します。ポーターを破壊しました。戦闘態勢に入ります。ポーターを破壊しました。ポーターを破壊しました。
しました。戦闘態勢を解除します。ポーターを破壊しました。ポーターを破壊しました。戦闘態勢に入ります。ポーターを破壊しました。ベクタントラップが解除されました。戦闘態勢に入ります。パスコードを取得しました。プログラムを取得しました。この管理通路の先に非常用 EPS ジェネレーターがあります。 EPS アンテナの破壊よりは賢明な選択と言えます。ミッションプランを変更します。地下の非常用 EPS ジェネレーターを破壊しましょう。戦闘態勢を解除します。敵撃墜。戦闘態勢を解除します。戦闘態勢を解除します。非常用 EPS ジェネレーター破壊。これでこの施設の EPS は機能を停止したものと思われます。
そうに見えるのが EPS アンテナです。地下の非常用 EPS ジェネレーターを破壊してください。あれは上にあるのと同じエネルギーフィールドなのか？その通りです。つまり先には進めないと。そうです。一旦この施設から撤退し別のルートを検討した方がいいかもしれません。プログラム的に強化された敵の出現を確認しました。十分に警戒してください。この先は戦闘エリア内です。戦闘態勢に入ります。しました。